日ごとの過程。2021年1月23日。私は彼らに恵みを与えることを喜びとし、心と思いを込めて確かに彼らをこの土地に植える。エレミア書32章41節人の子は失われたものを探して救うために来たのである。ルカによる福音書19章10節神様の心は、 悩みの中に迷っている人、埋没してしまっている人、希望を失い、途方に暮れているような人たちに向けて、恵みと希望、救いと平安をもたらそうとしておられます。まあ、社会的弱者と言われている人たちも含めて、別にそういう社会的弱者という立場にいなくても、心の中に痛みを抱え、悩みを抱え、何かこう疲れ果てているような、そういう人に向けて、 神様の恵み、神様の愛はあ届,、まあ、届けられようとしています。今いる場所に、いわゆる居場所を感じられるように、そして神様から見捨てられることはない、見放されることはないという確信を持って生きていけるように、まあそういうことをこう本当に心から伝えるためにこそ、 イエス様は使わされたんんだと思うんで,すよ、ね、ですからこういう聖書の言葉、まあ、希望にあふれた言葉ですけれどもこれをぜひぜひ他人事として読まないでご自分に向けられている言葉としてご自分に語られた神様からの言葉として今朝 受け取ってほしいと思います。こういういい言葉を聞くと、なんか、ああ、あの人にこれが届けばいいな、この人に届けばいいな、というふうにもう感じる。それはとても素晴らしいことなんですけれども、そういうふうに感じるということをちょっと抑えながら、自らにそれが語られてるということをゆっくり味わう、そういう時間もとても必要だと思うんですよね。ですから、今朝の私の説明というよりも、この言葉を聞いて、この聖書の言葉を聞いて、 それが今日を生きるための力となり、道しるべになればなと心から思うんです。私は彼らに恵みを与えることを喜びとし、心と思いを込めて確かに彼らをこの土地に植える。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。これらの言葉が今日の あなたの心の糧となりますように祝福を心からお祈りします